未来街道エクスプレス。今日はハノイを出発します。今日私たちを連れて行ってくれるのはポンさん。ベトナムの首都ハノイからフエを目指します。16世紀からフェイは中国と西洋を結ぶ海上貿易の中心地。王宮も中国と西洋、そしてベトナムと様々な建築様式が取り入れられ、称賛すべき建築上のポエムと称されています。今日の昼食はフエの名物太めのビーフンに焼き豚肉をのせたつけだれ麺。次回は古都の町フエからラオス国境を目指します。